はい、ということでね、洞窟3ラウンド目なんですけど、今日本当に時間がなくて、まだやってないです。で、やってないんですけど、一応昨日の編成のままやった結果、結構そのまま昨日とね、同じぐらい出たんで、それをね、ちょっとお見せしようかなとは思うんですけど、昨日の編成っていうのが、昨日のね、ライブ配信でちょっと話したんですけど、こんな感じになってます。で、昨日、でもどうだったかな、この諸葛亮の部分は炎章でやって、てたか諸葛亮でやってたかだけちょっと忘れたんですけど、昨日っていうか、ラウンド2ね、ラウンド2の時は、ここを、諸葛亮か、炎章でやってたよっていう感じです。で、この2、3に関しては、昨日の編成は動画で上げた編成とほぼ同じです。昨日ね、ここを軍5人入れた女子パで、下に関しては観光パとね、同じでした。ほぼね、動画と同じで。で、ここだけ昨日ラウンド2の時は小尺だったのを、こんな感じの編成にしたよっていう感じです。で、そうね。で、今回のに関しては、同じ編成でやってもね、結構なんか同じぐらい出てたんで、なんかまたここもこの同じ編成でいいかなという感じです。もしかしたらね、この2、3でこの編成使ったらもっと出る可能性あるんですけど、ちょっとそれはまだ試せてないよという感じです。で、そして、で、今回、昨日と同じ軍の女子パでね、一回挑戦したんですけど、全く変、あの、ダメージが出なかったので、小尺にしたんですけど、小尺の玄武が、他のやつにね、ちょっと玄武がついちゃってできなかったので、やってないよっていう感じです。ちょっと、すいません。なので、こことここに関しては検証できてません。んで、そうね、でも、そうね。でも、ここぐらいかな。ちょっと、これね、調理をここに使ってしまってるんで、これね、昨日と同じままでやってしまってるので、あれなんですけど、ここの調整はちょっと、まだまだ、いるかなという感じなんですけど、でも、一箇所でこんだけね、点数を叩き出したら、正直、この残りの2つは、あんまり、どうでもいいかなという感じです。なんかね、本当に点数がめちゃくちゃ高得点になってくるので、もうここまで来るとね、1階層進むだけでもなんか、億単位でね、ダメージが稼げるので、1箇所でね、かなりこうやって階層を進めていく方が、なんか点数は伸びそうだなという感じです。という感じです。ちょっとね、また今日夜、そうね、夜帰ってきてから、深夜に少しやるかどうかなんですけど、一応明日のライブ配信は10時からね、極限やるので、その時にちょこっとだけやるかどうかなんですけど、そんな感じです。ということで、ご視聴ありがとうございました。